二コ市二ノヘ市は、岩手県の内陸部北端に位置する市である。旧、二コ市駅は中央をまべ川が流れ、東に、折り詰めた景市を要する。旧、城坊寺町駅はほぼ中心を、南西から北東に向かって流れる安比川の流れに、沿って交通が発展し、やや川下の開けた部分に総合支所などが存在し、西に稲庭岳を要する。久野ヘ郡カルマイ町。 クノヘムラ、一個町とともに、カシオペア連邦を形成する。総面積の7割を三輪原野が占めている。アメダスの二個地点の観測の平年値は最高気温の、高い8月で、摂氏28.2度から1月で、摂氏1.7度。最低気温は8月摂氏18.5度から1月、摂氏6.6度。気温はいずれも森岡市と比較し、最高気温は、 ほぼ同じであるが最低気温は、摂氏1度ほど低く、比較差が大きい。年間降水量は 110.9mm 0であり、森岡の 1266mm より少なく、岩手県内では最も少ない地域である。縄文時代古代には、この近辺に二殺隊と呼ばれる江見氏の部族集団が居住していたが、811年、公認2年に聖将軍だった。 ふんやはたまろがに殺隊ととに、兵位を征服したと、日本語記に記述されいる。奈良時代には、聖武天皇の勅命を受けた狂気がこの地に八葉山、天台寺を解散したと伝えられている。かつて奥六軍の北には、軍は置かれなかったが、延急江夷合戦の結果、ぬかのぶ軍、かずの軍、ひない軍、つがる賀らか軍、つがる田舎軍、つがる山辺軍、つがるびわ軍、 外浜、西浜が県軍された。二個の名前は、ぬかの部軍に敷かれていた、四門九戸の姓に由来する。四門九個の姓とは、ぬかの部軍を東西南北の四つの門と、一から九までの、と、あるいは部に分けるものであり、ぬかの部軍内の主な地域を一個から九個に分割して余った四方の、偏地を、東門、西門、南門、北門と呼んだと思われる。ととは、 牧場の意であるとも言われる。寛永十一年、六百三十四年ぬかの部群は、二個郡、北郡、三個郡、九個郡に分割された。四個を除き、一個から九個は現在でも、地名として現存し、一個町、二個市、九辺村が岩手県に立地し、三個町、五個町、六個町、七個町、八の平市は、青森県に立地しており、北門は、 現在の上北郡、下北郡にその名を止めている。室町時代以降、江戸時代の終わりまで、この地は南部市の統治下に置かれ、冷涼な環境と国政により、飢饉がたびたび発生した。明治維新後に行われた廃藩地県、1871年の際には当初、この地域は青森県になりも、1876年には岩手県に編入され現在に至る。 久野ヘ正サの乱平亭の後に、南部氏がここに居城を構えていた時の名が、福岡城であったことも含め、一般にはこの地は、福岡町と呼ばれており、現在のニコ市中心部は、ニコ群福岡町であった、ニコという、地名は、軍名より採用されたものである。防災無線の時報は、以下の通り、夕方の時間帯の局目は、選曲が数年おきに入れ替わることがある。 2007年度は夏季に夕焼け小焼け、冬季に故郷を使用していたが、2008年度は夏季、冬季とも夕焼け小焼けとなり、2009年度と2010年度は夏季に故郷を、冬季に夕焼け小焼けが選曲されている。また、2012年頃にニコ地区に流されるものは音源がリニューアルされている。郵便局名に続く5桁の数字は、貯金。 ゆうちょ銀行で使用される、当該局の取扱局番号である。郵便局間郵便局、就業者数では、第1次、産業19.3%、第2次、産業26.7%、第3次、産業54.0%であり、岩手県全体と比較し、第1次、第2次産業の比率が高い。第1次産業のほとんどが農業である。 第二次産業では建設業、製造業ともに県平均を上回っている。2010年国勢調査。常坊寺町を中心に行われている漆、常坊寺漆生産は、漆かき職人の減少に伴い生産量を大きく落としているものの、依然として国内屈指の生産地となっている。平成27年国勢調査より前回調査からの、 人口増減を見ると7.04%減の27,611人であり、増減率は県下33市町村中18位。なお、ニコ市内には AM ラジオの中継局は2010年現在設置されていない。そのため NHK 森岡ラジオ第1、第2や県域民放 AM の IBC ラジオを聴取する際は、 どちらの場合も森岡局を受信して聞くことになるが市内は山々に囲まれている地域が多い市中心部から送信所までは直線距離で 70km 以上も離れている夜間は他局との渾身が起こりやすいなどの理由から AM 放送の難聴市地域が多く2006年1月23日からはその対策としてコミュニティ FM 局 カシオペア FM による IBC の自社制作番組の同時最新が実施されている。ニコ市内に本社を置く、新聞社は存在しないが、下記の新聞社が市内に支局を設置している。市外局番は、全域が0195、ニコ MA、市内局番は、旧ニコ市域が20、22、23、25から29、旧乗防寺町域が38、 39となっている。なお、市外でも2個市から1個町、カルマイ町、クノヘ村への相互通話は同一 MA であるため、市内通話扱いとなるが、同じ市外局番で H9 五を使用する地域でも、八万大市、岩手郡岩手町、葛巻町の各市町内かける場合は、岩手 MA であるため同一市外局番であっても、市外通話扱いとなり、市外局番からのダイヤルが必要である。 欧州街道、国道4号が地域を縦断、及び、秋田県和野から、太平洋側の八戸に抜ける、和野街道と、それに相当する高速道路が地域を横断する。八幡大市の足路ジャンクションで、東北自動車道から分岐する八戸自動車道の、最初のインターチェンジである、常防寺インターチェンジがある。以前は、南部バス、一個線ものり入れてきたが、 利用客源を理由に2008年、平成20年3月31日をもって廃止され撤退した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。